もうすぐスターウォーズスカイウォーカーの夜明けの公開日、1977年から続いたこの長いストーリーがようやく完結するということで、嬉しいやら寂しいやら、まあ毎日ワクワクしてますよね。そんな僕と同じようなスターウォーズファンの人にぜひチェックしていただきたいのが、このギャラクシーノート10プラススターウォーズスペシャルエディションです。これがね、何から何までスターウォーズっていう、控えめに言ってもちょっと最高っていう製品なので、今日はこれをレビューしたいと思います。まずはパッケージを見てください。このカイロレンがプリントされて、ケースをこうスーってずらすと、マスクにねひびが入ったカイロレンが出てきます。でその下には I'll show you the dark side の文字があって、カイロレンがね、今からダークサイドをお見せしようって語りかけてるわけですね。でこのコラボグッズ何がいいって、ダークサイドがテーマなんですよ。ライトサイドじゃなくて、あえてダークサイドっていうのがすごくいいポイントですよね。蓋をパカッと開けると、レザーケースとコレクターズバッジが出てきます。このレザーケースはカイロレンの横側がプリントされていて、すごくかっこいいですよね。手触りも高級感があります。で細かいんですけど、ケースの内側にはファーストオーダーのシンボルがプリントされていますね。ケースからして完全にダークサイド仕様になってるっていうわけです。でこっちはコレクターズバッジ、こう浮かび上がるカイロレンと、ひびから溢れ出しそうなこのシスの赤色がインパクト大となっています。続いてはパッケージの下段のね、これが引き出しになっていて、ここにスマホとワイヤレスイヤホンのギャラクシーバッズが入ってます。このギャラクシーバッズもスターウォーズ仕様っていうか、ダークサイド仕様で、このシスのね赤色が渋いんですよ。で次はいよいよスマホを見ていきましょう。真っ黒なボディに電源ボタンと音量調節ボタンに赤色があしらわれていて、で背面にはファーストオーダーのシンボル、かっこよすぎですよね。で電源を入れると、カイロレンがじわーって浮かび上がって、スターウォーズのね効果音がバーンとなるわけです。スターウォーズって一瞬でわかるこの音が、やっぱファンにはたまらないと思います。でデフォルトの壁紙はシストルーパーです。で壁紙はこれ以外にもスターウォーズ関連のものが合計8枚用意されています。壁紙だけじゃなくて、カメラとか電話とかシステム関係のアプリが全部スターウォーズ仕様、電話なんかは UI もスターウォーズ仕様になっていて、こだわりがすごく感じられる製品です。でギャラクシーノートっていうと S ペンですよね。このコラボモデルの S ペンはブラックとレッド仕上げで、ダークサイドのライトセーバーっぽい見た目になってるんです。でさらにさらにペンを刺すと、抜くとって効果音が鳴るんですよ。で極めつけは電源をねオフにするところ、電源をオフにするとおなじみのハイパースペースを抜けるときのあのアニメーションが出てくるんです。これマジで欲しいですよね。このギャラクシーノート10プラススターウォーズスペシャルエディション、ファンなら大興奮間違いなしのこだわりが詰まりまくった一品です。限定2000台とちょっと少ないんですけど、ぜひ手に入れたいですね。発売は12月13日となってます。最新の価格は概要欄にある URL からぜひチェックしてみてください。ちなみにベースとなっているギャラクシーノート10プラスのレビュー記事は価格ドットマガジンで掲載しているので、そちらも確認してみてください。